正治春税正治春税は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍少将。宮城県出身。1912年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月不評少尉任官。1939年8月不評大佐に昇進し、留守第二師団司令部付となった。同年10月仙台連隊区司令官に就任し、 1941年4月、第38師団不評、第230連隊長に発令され、太平洋戦争を迎えた。開戦後、香港の戦いに参加し、ついで、乱印作戦において、正子師隊長となりジャワ島攻略戦を担当。ジャワ島中部のエレタンに上陸して、カリジャチーの飛行場を占領し、第2師団のバタビア攻略を支援した。 1943年11月、第5方面軍令下の第30警備司令官に発令され、網走りに駐屯。1944年3月、陸軍少将に進級した。同年10月、第5方面軍兵務部長に就任し、1945年3月、仙台地区司令官となり、終戦を迎えた。戦後、BC 級戦犯容疑者として、 バタビアで裁判を受けた。判決は死刑であったが、懲役10年に減刑され、菅も刑務所に移された。この裁判資料は、国立公文書館に所蔵されている。妻富は、東京高等工業学校教授、秋保康次の参女。ありがとうございます。